すぐり文江さんです。暗闇からのスポットライトは観客席のすぐり文江を映し出しました。乙女のやる気、そして本気は道化師の振り付けに隠して、シーズン新たにゴールドメーカーモロゾフコーチと歩み始めた2010年五輪の旅です。とにかく八木島さん、はい、スグリーワールド健在という姿ですよね。そうですね、今シーズンも面白い、あの個性的なスグリー選手に合っていますと思いますね。まあ、こういうエキシビションナンバーを持ってきましたね。そしてフィニッシュはクリスタルウェア。いや、もういつも僕らにはこう新しいスグリ選手を見せてくれるじゃないですか。これも本当にすごいことだと思うんですよね。今シーズンもスグリワールドを楽しみたいと思います。まあ、そのあたり荒川さん、はい、スグリ選手のフィギュアスケーターとして の望みはただ一つ、この観客席と自分の演技の一体化なんですよね。そうですね。そして今年新しくコンビを組み始めたコーチとの、はい、組み合わせるのも楽しみですよね。どれだけ新しいスグリ選手が見られるかというのが非常に楽しみになってきました。はいはい。